写真拡大1059年の5年間は、レイ、ノレ、ノレの一レイと低迷していたノーザンファーム製サンバが、昨年は一変、3頭を出走させると、上位3着を独占してしまったのです。この傾向は続くのか、それとも一過性のものだったか、今年最大のポイントでしょう。一方、近年の主役は4年連続で馬券になっている竹豊騎手です。今年は日勝リバのデュガに騎乗をしますが、過去4年で3勝の手腕にも注目です。条件、前橋オープン出走の牝馬、竹豊騎手騎乗馬を除く、データは過去10年間を対象実績、レイ、ノレ、ノレの17、副勝率、0% 該当馬、春メキラリ、ナムラクレア、過去の主な該当馬、20年セレッソフレーム用人気8着、解説、夏の牝馬が注目される時期だが、実は、オープン特別からの臨戦馬に限れば、レイの1、ノレの17、特選傾向、前端から詰まったローテーションでパフォーマンスを落としてしまうようなのだ。例外は、過去10年で、3の3の1の1と破格の実績を残す竹豊騎手騎乗馬だけである。